よーい。はい。もう俺の彼女なんてやめちゃえよ。俺の彼女になっちゃえよ。じゃあやめちゃえよ。ありがとう。愛してるとかいちいち言わせんなよ。結婚しようぜ。いやもう笑ってんすよ横で。人が真面目にやってんのに。チェックオッケーです。チェックオッケー。チェックオッケーです。おはようございます。誰の嫁にもなるな。俺の嫁になれ。カット。いいです。マジっすか、いや自分の納得的には、いや僕も今ちょっとだけ納得しました、はい、まあ批判もあるだろうね、いやまあでもそういう方がね、そうそう賛否あった方がいいんですよ、2ちゃんがあれるぐらいもうなんか全国からリアクションが聞こえてきますね、テレビの批判の話いいですね、はい、スタート。ここ第一と、ここと、いいですね、カット、はい、ありがとうございます、 OK です、早い、お疲れでした、なるほど、そういう手があります、監督があんなに早く OK 出すことってある、自転車来てます、ないですよね、自転車来てます、監督があんな早く OK 出す人いました、いないですよね、今はいなかったですか、いなかったですよね、このゼクシーで、はい、結構早いですね、あ、そうですか、なるほど、どうもすみません、どうでした、一瞬見た時ものすごく冷たい顔してる、16歳なんでしょう、16歳で幸せでしょう、すいません、羨ましいわ、はい、16歳みんな16歳に反応するね津田どうだった、まあ悪くないっすねやかましいわ、うちのマネージャーですやかましいわ、怪しいなちょ、これがあると非常にドッキリのドッキリの匂いがするんですよね、大丈夫です、バラエティーじゃないです午後ドッキリの仕事なんですよ、仕掛ける方なんで、これ前振りのドッキリのロケだと思ってたんですよね、正直言うと、でも制作会社行ったらあのセキュリティがちゃんとしてた会社なんで、あ、本物だって分かったんですよね、一応履いてるんですよね、はい、一応履いてます、はい、何かあった時のために、これが最初で最後にならないように私生活のその恋愛もね充実させていきたいなと、はい、そしてよし、じゃあゆくゆくは、はい、本番いきます、はい、リスト見た時も僕らとバイキングだけどやっぱ汚えなっていう自分のことばっかり考えてる俺がさ、お前のことばっかり考えてるんだわ、そうですね、もう笑い以外のセリフを真剣に言ったのは初めてかもしれないですけど、西村かっこよくないでしょ、叫んでます、あいつなんて叫んだんですか、なんだっけ、誰が何と言おうと俺がお前を幸せにする、誰が何と言おうと俺がお前を幸せにするするあ、マジですか、はい、叫んでました、大声で、あ、本当ですか、見てみたかったですね、いきなりさ、こんな乗ってていきなり言わないよな、ねえとかさと結婚してください、カット、シルバルト、はい、じゃあちょっとそこのもう一回まで柔軟にとってこんなことやってみたいです、 NG 外しちゃったの、よくあるなこういうことありますよね、こういうこと、ありますね自然でした、大丈夫、自然でした、すげえあるなと思って、OK だったらなっちゃった、
疲れ様でした。ありがとうございました。どうですか、感想。いやいや、まずドッキリじゃなかったのが一番嬉しいですね。この、本当にこの CM でドッキリは一番ショックが大きいんで、本当にありがとうございました。